皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、3月の25日、14時3分。まずは、本日の1回戦、日本航空高校、ちょっと省略した言葉になっているかもしれませんけども、石川県の、高校 の方たちと上層学園の試合についてですね。まあ、ちょっと試合開始からまあ少し遅れるような形でテレビをつけて、まあ、勝ち負け、参加するような形で、もちろん勝ちに行ってたんですけども、残念ながら結果、上層学院さんに1対0で負けたと。で、その負け方が、ヒットを打たれて1点取られたわけじゃないんですよ。で、まあ、その日本航空さんも、その、まあ、上層学院さんもそうですけども、守備、基本的に硬くて、しっかりしていて、で、まあ、コースつけがたい試合はしてたんですけども、日本航空さんの方がチャンス多かったじゃないですか。ある程度のアウトカウントでランナーがセカンドがそれ以上に、いる場面っていうのを何回も作っていて、特に、最終回9回裏、1点差でしたけども、ピンチの場面、ゲッツーで、しっかりと、アウト、取って、こう、流れ的に、これまだ、この勝負、まだ勝ち目あるなっていうのが、皆さん感じてたと思うんですよ。僕も全然、投げ出すつもりはなかったし。で、事実、その後、ランナーが出ました。1、3塁まで物事が進みました。外野フライでもまあ1点の場面じゃないですか。で、まあ、低めのボールも、まあ、今日の試合に関しては、まあ、日本航空さんの立場からすると、まあ、そこそこバット止まっていたし、見遅れていた。まあ、左打者の方はかなりバット止めるの、まあ、難しいとは思うんですけども、あと、まあ、日本航空さんの、ピッチャーの方で、例えば、長い選手ですかね、変化球、ちょっとね、何かピッチャー変わってるので、もしかしたら間違えているかもしれませんけども、変化球が、こう、なかなか相手が振ってくれなかった。要するに相手の方がしっかりと、選球眼のところをきちっとしてきてる場面、変化球でストライク取りに行ったらいいと。その、ストライクゾーンに投げ込んだらいいんですね、変化球。そしたら、それを1回か2回すると、今度相手は変化球に対してボール、バットを振っていかなきゃならない状況になってきますから、まあ、それが、まあ、伝わったのかどうか。あとは、それプラス、まあ、一応心の声で伝えているつもりではいたんですけども、外がすごく多かったじゃないですか、右打者に対して。だからその時に、内角にボールを投げ込むべきだとか、まあ、そういうことを伝えてたつもりなんですけども、まあ、それが相手の、打者をもし聞いていたらっていう部分を含めてなんですよね。だから難しいです。最終的にはまあ選手の方たちに球種とか、お任せしてますし、まあ、あの場面とかだったら、まあ、3球連続変化球を外に投げていたら、それはもう内角にストレート、もうズバッといけば、もう大抵の打者を打ち取れるか、まあ、空振るか、ストライクゾーンであればね、その真ん中寄りとかじゃなくて、ちゃんとインコース。だから外の低めに変化球を投げ込んでいる以上、インハイのストライクゾーン。だそこは、根元とかに、当たって、まあ、ボテボテのゴロになるっていう。まあ、そういうこととかも伝えたりしていて、調子のいい選手もしっかりとランナー、出てくれたり、守備の動き見ていても、あ、調子いいんだろうなっていうのは分かるんですよね。今日そう、日本航空さんで3安打された方がいらっしゃったじゃないですか。ダンさんでしたっけね。ダン選手で、日本航空の人たちもこれね、プロのその試合の勝ち負けでどういう風な内容があるかっていうこともここで開示しておきますね。そのまず、まあ、試合勝った、まあ、上層学院の皆さんには、おめでとうございますと。
まあ、しっかりした試合、されてました。1点差を争う、コーツつけがたい、好ゲームであったと。まあ、向こうは優勝を目指すっていうことを堂々と、宣言している。まずそういうスタート地点っていうのがあるんですね。オリンピックの時も僕は各選手に呼びかけたのが、そのある程度金狙えそうな立ち位置にいる人たちはもう自分から金メダル狙うっていうことをちゃんと宣言しなきゃならないと。そこに向かっての目標と取り組む練習が決まってきますから。例えば水泳だったら、タイムどれぐらいの、スピードで、泳げたら世界1位になれそうかなれなさそうなのかっていうことなんですよね。まあ、それに向けての、タイムが出せるようになってるのかなっていないのかだとか、それは練習で分かってくる。で、自分からまず言わなかったら物事は進まないんです。何でも社会って。一般の社会も全て同じです。で、それだけじゃなくて、まあ、ちょっと気になったのは、ベンチの中にいる選手で、笑わないことなんですよ。これプロでも笑ってたらどうなるかって言ったら、例えばこれ解説席も同じなんですよ。解説席で足引っ張ってくる人は足引っ張ってきますから、例えばね、交流戦で阪神タイガース対オリックスの試合があって、オリックス、あ、まあ、正式名称オリックスバファローズなんですけど訂正しておきます。オリックスバファローズのファンとして、元、まあ、現在の名称だと、まあ、元ジャニーズの人間がオリックスファンだという人が、解説席に座ってるんですけども、ずっと笑ってるんですね。ニコニコしてるでもいいんです。勝負事って大真面目に取り組まなきゃならないから、仕事場でね、大人になってから皆さん働き始めて勤務中に余計な会話とかしてたら、現場引き締める人がね、何を勤務中にヘラヘラ笑ってるんだと、さっさと体を動かせと、まあ、こういうこと言われるんですよ。これはどこの社会でも当たり前のことであって、笑ってたりしたら、次することを忘れてしまうでしょ。で、そういう部分があってね、だからコンピューターが、その、電波の仕組み云々とかあって、分かってしまうんですよ。で、これは、あんまり言いすぎると、その、ベンチで心当たりのある人たちは、ただね、僕もそれかばいたいから心の声どう思ってたかって言ったら、被災地には笑顔が必要だって思ってたんですよ。法律をベースに動いたとしても、物事はなかなか決めづらい部分はあるんですけども、ただ、頭の中は渡しにくくなってるんですよ。選手の人に。最初の方のイニングほど、やっぱり、その試合に取り組む姿勢だとか、まあ選手本人と。で、こちらで、まあ、考えた内容とかも、それはコンピューターを受け止めて、ある程度ルール化してきている部分もあります。だから自分がどういうふうな言葉の組み上げ、ワードを、しっかりと組み上げていくかっていうところもあるんですけども、それによって頭の中の供給量が変わっていくんです。で、まあ、その日本航空さんのピッチャーの方、最初の方のイニング、コントロールすごく良かったじゃないですか。で、頭の中、それなりにしっかり渡せたんですよ。で、あと、まあ、その、全員で野球を取り組むかどうかで、まあ、審判の方に、選手の方が、自分で試合をしますとか、まあ、そういうことを申し入れていたと。まあ、こういうような皆さんの言動があって、それに対して私は、対処をしていく状況になっていくんですね。だから、その解説席だけではなくて、例えば応援席で、上層学院の応援団の人たちがいらっしゃいます。で、その人たちを画面で映ってるものだからどうなるかって言ったら、女性の声、まあ家の中で、まあ、いろんな人の声を聞かされてる状態に、ただ私の日々はあるんですけど、テレビの画面を見ていなかったとしても、パソコンを持ってる時とかでもそうなんですけど、どちらかの女性の声かはまずわからない。で、その女性の声は、上層学院の応援している、学生さんの声だと思われました。だからそれを見破るまでに、その声を信用しちゃダメな声だっていうことを、見極めなきゃならない。だから心の中でその声に対して罰を打つようなことを、イメージしたりとかして、その相手の言葉の効力っていうのをなくす。だからそういったことを、永遠と繰り返していっての、まあ、最終回の、
あの場面まで持ってこれたんですね、ワンアウト1、3塁まで。だ正直あのこれはどうでまではできるだろうっていうところだったんですけども、だから前のイニングで自分たちがゲッツ堅い守備で取ったように、相手も、堅い守備ゲッツで取り返してきてる、まあその因果応報みたいなものかもしれませんけども、そういうのを結構感じることあるんですよ。野球の試合でもそうで、それでまあ世界のルールは法律っていう部分があって、それをうまく駆使しながらいろんな言葉に対処しながらっていう、そういう試合の取り組み方なんですね。でまああの日本航空さんはまあ残念な結果になってしまいましたけども、ただ試合としてはね、どちらのチームも最後まで諦めることがなく、しっかりと試合をした。で相手チームの人たちも手抜きをするような、そのような失礼な試合の仕方はしないと。それでいいと思います。それしちゃうとその試合をする価値全くなくなっちゃうんですよ。でただね、アジアカップ、サッカーアジアカップの件を私のホームページから見てもらったら分かると思うんですけども、やらせの試合に見えるじゃないですか。でそれね、なぜそうなってるのかっていうところを相手に一回事情聴取で聞いてみなかったら分かんないです。もしかしたらその電波を共有できたその内容に逆らったら、自分たちが睡眠不足にさせられるとか脅迫まがいみたいなことになってるのか、それはスポーツ国際司法裁判所へ何らかの判決があって次どこそこを勝たせてあげなさいみたいな話になってるのか、それは分からないんですよ本当に。ただ試合の内容として、まあ、うん、まあ日本代表だけじゃなくて他の試合とかも見てもらったら分かると思うんですけど、明らかに両チーム勝ちに行ってるというよりも様子を見合ってるでしょ。で相手チームが対戦国は意図的に負けてあげてる。例えば緩いシュートを打って相手ディフェンダーが軽く足をちょんって出して、キーパーがそのまま取りに行こうとしたボールの軌道を変えて相手に、まあ本当は自殺点なんですけども、まあ、そこも解説席はオンゴールって言ってないんですよ。だそのワードを使ったコンピューターからどういうふうに攻められるのかとか、複雑化しすぎなんですね、この世の中。だから本当は今日の試合で言ったら、まあ、上層学院さんの人たちは上層学院さんの方たちの立場あると思います。ただ、まあ、日本全体的に物事考えたら、そこは野田半島の人たちの件が自信があるんだから、そこは頭の供給量っていうのは僕の立場なんですけどね。ただこれがね、頭の渡し方でその脳梗塞みたいな形になるのと、頭の中をたくさん貸せているなっていうところ、こう頭、脳を締め付けられるような感覚、それが脳梗塞の方。まあ今思い出せるのはその2パターンなんですけども、頭の中を貸すある程度の量とかだったら、まあ、僕も慣れてる部分があるから耐えれるとか、その瞬間瞬間だから、まあ、息継ぎができるとか耐えていられるとか、だからそういうふうな部分で、まあ、試合取り組んでるんですよね。で、うん、まあその試合に負けたことは私も非常に悔しいです。で、まあ、備えとして、私の方としても、今日このあたり雨だったんですよ。で、3日連続でこれ雨で流れるんじゃないかなって思ってたんですよ。で、9時過ぎにテレビをつけた時に、だから最初のスタートダッシュで、私の方もちょっと失敗してるのは失敗してるんですよ。だからそれで負けたのかもしれない。うん、まあ、ちょっとその一応撮影しておきますね。まあ朝から雨が降ってる状態なんですね。まあ路面が濡れてるところとか見てもらったら分かると思いますけど、まあ試合中も雨降っていて、まあ日程的にも過密になってきてる部分とかもあって、まあ試合を、行うような形になったんだと思います。で、審判の方、まあ西山の星稜高校の試合だったんですけども、ファーストの、塁審の方が、吐く息、まあ、吐息、もう完全に見えてましたから、こう湯気が出てるというか、相当気温低い中で試合されてるなと、まあ、まあ、観客席にいらっしゃる方たちからしたら大変だなっていう部分と、あとエネルギーの残存量問題、その辺のところで意図的に雨が降ってる可能性も、これ、要因は一つじゃないんですよ。複合的に重なってる可能性が非常に多くて、
その石垣の能登半島のことを考えたらっていう部分があるから、結局試合が負けてるから雨降ってる、雨が降り始めてる。あの特に1点取られてから雨の量増えてませんか、降ってる量。そうでしょ。これ阪神タイガースとかの試合とかでも明確な内容とか、あのルール法律に基づいて地方交付税法の話とか皆さんの税金だとかいろんな話を複合的に考えて、まあ結局各球団あの優勝回数揃えてあげたらいいと、最下位の数とか、そうすれば不平等はないでしょっていうことになってくるんですよ。結局その選手各個人だけのあの力で試合をしてるわけじゃないんですよね。もうオリンピックはもうだいぶ前からそうですから、世界記録のタイムを塗り替えようと思ったら誰かの力を借りるしかない、頭の中とか筋力とかで。それはもう各スポーツがそうであって一般社会も同じなんですよ。例えば昨年僕はスタッドレスタイヤのトラックへの積み込みと積み下ろしの仕事、まあこれ言ったかもしれませんけども、まあドライバーさんの方でもね、白髪のご老人の方でね、そういう仕事されている方もいらっしゃいます。まあドライバーさんは積み込む時と積み下ろす時だけで、まあ僕たち倉庫にいる人間はずっと下ろしっぱなし積みっぱなしの状態になってくるんですけども、まあすぐに素早く動いていたら、もう朝の最初の1時間でもう息切れ状態、母言いながら仕事してます。まあ暖房なんかないから、まあ、ちょうどいいぐらいなんですけども、例えば老人の方が積み上げたね、スタッドレスタイヤホイール付きのもの、まあ 6本ぐらいだとか8本はあったかな、どうかな、トラックに積み込むとき8本はあるんはあったような気がしますね。ちょっとよく覚えてないですけど、そういう時にこう押す時にね、下に一応段ボールを引いていて滑りやすいようにはしてるんですよ。で、だけどもこうなかなかこう進まない状態、もともと重たいですから、ホイール付きのスタッドレスタイヤ、大体高級車の人たちに多いですからタイヤが大きいんですよ。で、その時にまあ自分が息切れ起こしてる時で、次のタイヤがまだ回ってきてない時、呼吸整えてる時に、その押してるトラックのドライバーの人に足の力を僕貸し上げたりしてるんです。それでうまく押せてる、足腰の力で基本的に押すものですから、腕の力というか、こう体全体で押していくものですから、だからそういうような形で一般社会でも、まあそういうような力の使い方って覚えていたら、まあ便利は便利ですね。で、日本航空さんとして、まあ、被災地の皆さんにしっかりとその試合を全力で取り組んだと。まあそういったところはしっかりと、見せることができたんで、よかったんじゃないかなと思います。まあ結果は残念だったんですけども、でその後も、まあ星稜高校さんの試合ですね。で僕その日ね、まだホームページに何も記載しなかったんですよ。今日の失礼のところホームページ淡井圭介の駅の一番のところで、それをね、星稜高校の試合が始まる前に、まあ、昨日の晩からアクセスする先の、コードを探して貼り付けてっていう形で、動画を探して、まあ、巻き割りの仕方ですね、ガソリンを消費しないでっていう、まあ、そういうふうな内容のものをいろいろと探し出して、あと火の付け方ですね、街からでも簡単に火つくんですよ。で最終的にどういうふうに、どういうふうなものに最初の方を火つけていけば、最終的にその巻き、ある程度の太さのものに、しっかりと火がつくかっていうところ、そういったものも、見れれば具体的に、まあ、イメージがつくんじゃないかということで、まあ、その内容を、その日本航空さんの後のその星稜高校さんの試合の間で、その今日のホームページは IKS の日の3月25日の2024年のそういったところをアクセスできるようにして、で、まあ初回、2点取ってるんですね。だからまあ星稜高校さんの試合も途中参加みたいな形なんで。
ですけども、まあ、基本的にテレビを見てなくても僕の行動云々のところでその試合に影響は出てくるんですよ。例えば昨日の、フィギュアスケートの世界選手権があったんですけども、その前に昨日のその前日までに男子女子、両方ともシングルの試合終わってるんですよ。ショートフリー両方ともで、ペアも終わってる、あとはアイスダンスだけだったと思うんですけども、僕としても世界のルールは法律ですから、ホームページに記載している通り3月の23日と4日に関しては休みっていうことにしてるんですよ。本当はそういうふうな頭の中を活性にするような立場の人、仕事とみなしてあげなかったら奴隷的従属になって、一方的に頭の中を搾取される人になりますから、そこはお金を支払うような形にしてもらわなかったら僕としても困る。で、自分からこれ降りるって言ってもやっぱり抜け出せない部分がある。で、何らかの形で関わってきた人間がっていうような、形になってるんですね。で、その僕はしてることとか、ホームページ淡井圭介の履歴の一番とかの動画を、各動画を見てもらったら分かると思うんですけども、撮影とその文章を作ったりだとか、そういうふうなことでもいっぱいいっぱいなんですよ、正直。で、昨日の晩その世界選手権のフィギュアスケート、僕は休みっていうことを記載してるんですけども、その時間帯にうつ伏せに寝転んで、動画を、ちょっと見てたので、まあいろんな動画を見てるんですけども、まあまあ、バキっていう漫画の、アニメの動画ありますよね。その動画をちょっと見たら、見ていたりしたら、まあ、うつ伏せになってる状態でもうすでにかな、呪いが体の中に入ってくる。体の中がこう変になるっていう状態ですね。で、それは報道を見ていても背もたれ使っただけでもそうなんですよ。ちょっとあの変なルールがいっぱい混ざり込んでいて、現場にいる選手の人たちに投げかけられる声あるじゃないですか。そういったものの負担っていうものを僕の方で引き受けてる可能性があるんですよ。で、まあ選手は動きやすくなるっていう状態なんですけども、まあその後その状況になった時に春山整骨院に絡んでくる人間が現れただとか、まあそういうことをホームページでアップロードしてますけど、結局それが実態なんですよ。だから向こうは向こうで何が聞こえているのか、もともとそのとこも神戸市立ホテルフルーツアパーク1997年から99年の間のどっかの時期で働きに来たことがあった男のはずなんですよ。で、ある程度の事情をどこまで覚えてるかっていうことなのと、あと世界の法律だから1月4日以上休みは絶対取得しなきゃならないです。で、1月の労働時間は220時間が限界なんです。で、1年間の総労働時間は2500時間ぐらいがもう限界として政府が定めてるんです。やっぱり人としての生活じゃなくなってきますから、もうそれ以上働き始めたら結婚どころじゃなくなりますから。仕事ばかりで、あとはもう自分で一人暮らしだったら帰ってきて、自分で食事の用意だとか、まあ洗濯だとか、家の中の掃除だとか全部しなきゃならないじゃないですか。だから自分の人生が根本的に全く何も進まなくなってしまうんですけども、まあこの辺のところで、まあ僕も抜けるに抜けられないような状態にされてしまっている部分がある。それは世界中の台風消滅の数だとかそういったところにも関わっていて、その気候温度のところも非常に長けていると、神がかり的な力とそのコンピューターと融合で、でそれは1998年に結果を出して、一回結果出してるんですよ。世界中の台風の発生回数が16回、その年極端に少ないです。戦後で一番少ない年が2008年かな、そのあたりの年ですね。そのあたりの年も2008年か2009年ぐらいの頃に僕は自分で裁判をし始めたりしてた時ですね。とまあ去年もまあ同じような形で、ただね、もう全部の話が本当で、まあ今日は僕の方で、しっかりと対処できたことは忘れずに、天の神様に、まあ、世界中のスポーツ選手の安全のお祈りを朝の時点でしたと。で、だから地球って
時間軸違うじゃないですか、地球の表と裏だったら真逆じゃないですか。だからどこからどこまでその行為がいいのかっていうところは、基本的に試合が始まる前に各選手は自分でね、あの天の神様、アマテラスの大神、まあ太陽神のことですけども、お祈りをすると、そういうような形で、これもデータ的に結果出てるんですよ。僕はお祈りするのとしないとでは、ケアする人の発生率は全然変わってきてるんですよ。だからそれは他にもいろいろ要因があって、例えば外から喧嘩を打ってくるような人間がいる、それに対して怒ってしまったら、例えば競馬の世界で言ったら、僕と直接会って話したことがある武豊さんだとか、向こう絡んできて言ってくるのは、それは話したじゃないんですよ。それは絡んできただから、それは全然違う。僕も調教師とかの方に引退することを勧めたんですけども、僕と、同い年の福永雄一騎手、彼も多分フルーツラパークに働きに来たか、まあ僕と会って話したかの方で、世界の G1 っていう、まあ競馬界でいうとグレード3、グレード2、グレード1っていうものがあって、グレード1が一番、最高峰とされるレースなんですけども、その海外のグレード1のレース、日本の騎手として一番、勝ったのは誰かって言ったら、僕とその同い年の福永雄一騎手なんですね。ただ、武豊さんか彼が僕は怒ってしまった時、落馬してるんですよ。やっぱり骨折してるときは骨折してるから、例えばこれが、もともと危険なことをしてるから、例えば、格闘技に近い、例えば相撲取りの方いらっしゃいますよね。すごくたくさん、幕入りしてからこの間語れていた選手がいましたけども、足首を試合終わった後悪くして、病院に行かれてるんですけど、もともとがね、ああいうふうな土俵でああいうような試合をしてますから、もともとそのどちらかというとね、危険なことを知るわけであって、転げ落ちたりしてるじゃないですか。土俵結構高いでしょ。最初から高くしない方が本当はいいんですよ、転げ落ちることがないから。そこはちょっと、いつまでたっても改善されてない、変なところだなって僕は思ったりとかもするんですけども、話はだいぶ長くなりましたけど、夏に向かって、試合は最終的には負けましたけども、結果はね、ついてこなかったんですけども、だけども全力を尽くしたっていう、あと最終回のダブルプレー、あれは本当に見事だったと思いますよ。他の守備を見ていても、やっぱり、プロの人と変わらない守備をできていたと。いや、本当のこと言うと、プロの人もやっぱりエラーするときはしますから。で、これね、星稜高校さんの試合、途中で1点リードした時点で、3対2になった時点で、一旦テレビの電源オフにして、もう体がものすごくしんどくなって、途中からもううつ伏せに寝転がりながら頭の中を供給するような形、これ、相手チームのね、選手の方が画面に映ってしまうと、そっちの方に行っちゃうんですよ。なんかもう一切画面を見ないで、頭の中を供給する方法とかに切り替えたりしたんですけども、言葉のワードを組み上げやすいんですよ。途中で画面変えられると、言葉のワードはまた一から組み上げ直さなきゃならなくなる。そうなると、ピッチャーが映ってる場面、バッターが映ってる場面、星稜高校の人がね、間が短すぎて言葉の組み上げなんか絶対追いつかないんですよ。だから画面を見ないっていう形で、プラス体がしんどくなってきたから、うつ伏せに寝転びながら、テレビの画面は見ないで、ただ、聞こえますよね。で、自分の頭の中でイメージして、今攻撃なのか、それとも、守備なのかっていうことさえ分かるだけでもだいぶ違うじゃないですか。その辺のところで、どうにかしたというところですね。その後、今星稜高校さんの試合がどうなったかまだ結果見てないんですけども、多分勝ってるんじゃないかなとは思うんです。で、そのもし1点差で勝ってるんだったとしたら、日本航空さんが1対0で負けた分、星稜高校さんが1
点差で勝ててるんだと思いますよ。だからね、今ちょっともうノリみたいなの来てしんどくなってきたんですけども、これね、最初からそういう全ての内容っていうものをしっかりと伝えてあげておいた方が、後から知ってショックを受けるよりもいいじゃないですか。だから、プロ野球業界でもそういった現象とかあって、それはそれで突破していく方法があるんですけども、やっぱり1日の取り込む試合数が多ければ多いほど、まあ私の方がもう持ちこたえられなくなる、本当に。もう心の中でも凄まじい絶望感とか、そういったものを味わいながら、味わうって言ったら変ですけども、それを、そういう感情を何とか乗り越えてっていう状態ですよ。もう今年47ですから、そのエネルギーの残存量問題とかもね、そこに書いて、僕のホームページに書いてる内容はもう全て本当のことだから、政府としてもその方向で河川水門開閉式ストレート、地下水流ストレートトンネル回転扉式発電に関しても、何もまだ出来上がってないでしょう。鴨田発電もそうですけども。だからその辺のところと自分の結婚問題等も含めて、あと支払いがされてない件も含めて、だからそこまで込みになると、それは雨になるよねっていう形になるんですよ。だから基本、本当は、その政府の方が、さっと裁判所が動いてお金払ってあげたらよかったんですけども、社会全体の統治の仕方が、いやもう法律で当てはめていくともうそうなるんですよ。今、アホやっていう声が聞こえてきたんですけども、その子は法律を知らない。国家賠償法とか。国のしてきたことは国の責任になる。スーパーコンピューター系富岳も神戸市に設置していて、もともとの話がある。で、それは日本だけじゃなくて、世界中他の国もオリンピックも関わってるんですよ。だから、今からの説明っていうのはあんまり言いたくないんですけども、それは今まで説明してきたオリンピックの内容のところとかを見てもらったら分かりますね。だから、そういった部分もあって、台風消滅に関しては世界中は結局関与してるでしょう。で、今は国連でまとまってる時代です。で、まあ、気象関係に関してもっていうところがあるから、ある程度。もう、こうなってきたら、もう、他国のデータがないだけでね、データがしっかりと出てきたら、あ、それはそうなるよねっていうようなことが、分かってくると思います。例えば僕の提案で出来上がったゲーム、我が天下と我が天下戦国風武っていうゲームがあるんですけども、それも中国からの支払いがなかったから、中国でね、その大雨とかの災害があった時に、どう見るかなんですよ。日本で雨が降る方なのか、中国の方で雨が降る方なのか。あ、それは他の僕の淡井圭介から、淡井圭介っていうワードはないかな、佳子様や皇室の方たちや国会議員の方たちや、マスコミのまとも側の人たちへのメッセージとか、そういうふうなところを見てもらったら分かると思うんですけども、同じ日に、番号、1,2,3,4,5,6 とか振り分けて、作ってますけども、ある程度の時期、その日にちとかで、1日で3回撮影してるんですけども、どういうふうなことを言ったら雨が降って、どういうふうなことを言えば、どうなるかっていうのは、それ見てもらったら具体的に分かります。晴れたりとか。だからその辺のところが、一般人の人たちとはかなり違う、その精通してる部分であって、だからそこまで、分かっていて物事が見えてる人とそうじゃない人によって、誰が被害者で誰が加害者かっていうことの答えは随分変わってくるんですよ。で、今そのスポーツの勝ち負けは違いますよ。もうそれはもう結果出たらその結果で、もう物事を見るしかないと思うんですよ。もうこれ全力で取り組んでね、もうダメだったらもうそれ仕方がないっていう部分を導入しなかったら人間しんどくなるじゃないですか。もう全力尽くした、頑張ったって。最後まで諦めなかったって。それでもダメだった。これは絶対あります。で、甲子園に出場できたこと自体は、そこまでたどり着けることがね、ほとんどの人はまずはできませんから、本当はそういう大舞台で、テレビの、地上波で放送されるぐらいの大舞台で、試合ができたっていうところがね、そこは良かったんじゃないかなと。で、やっぱりそこで一番気にしてるのは、やっぱりエラーとかなんですよ、僕。だからエラーしたことが原因で負けたらしたら、その選手ってやっぱり辛いじゃないですか。だからその辺のところは、固い自分でいなきゃならないなっていうのはありますね。固い人間であるっていう。本当はね、
天の神様への安全のお祈りで、その一点で僕が応援している日本航空さんの方に行かなきゃならないんですけど、まさかね、ノーヒットで上層学院さんも1点取ってくるとは思わなくて、まあ最後ちょっとぐらいね、こういうような笑顔で話を最後の方で締めくくった方がいいでしょう。その、ね、何か理由とか発見してなかったら、なんかモヤモヤっとした気持ちに残るじゃないですか。僕も正直ね、その試合中に名門校っていうのが頭の中よぎったんですよ。それあるんです。高校野球の世界で。まあ、いろんな、その、テレビの放送とかで、その、高校野球でね、例えば昔 PL 学園がなぜ強かったとか、そういうふうなところ、設備のところを見てしまったら、やっぱりそれはそうだろうなってなってしまうんですよ。例えば150キロを投げるようなバッティングマシンがあって、室内練習場まであると。そりゃうまくなるでしょうって。毎日毎日そういうことしてるんだからって。もう絶対ボール見えるじゃないですか。慣れてるから。人間って慣れる部分はものすごく重要ですから。けどまあ僕から言わせたらエネルギーの残留問題があるから、各チームでね、選手たくさん集めておいて、まあピッチャーの方たち増やして、で、いろんな変化球投げれる人増やして、で、人間が投げて、で、その変化球に対応して、バッティング練習をすると。それで両方上手くなっていくっていう考え方ですね。そうじゃなかったらエネルギーがもったいないでしょ。いちいち電気使ってとかガソリン使ってとかだったら人間ができることですから、そういう社会に変えなきゃならないですから、まあ、ちょっと話だいぶ長くなりましたけど、もうこれぐらいにしておきますね。また夏の大会、まあ、石川県代表の高校はどこになるか分かりませんけども、皆さん、頑張っていただけたらなと思います。まあ、その頑張った姿勢っていうのはね、能登半島、まあ、石川県全体、まあ、あとは近隣の県でも、まあ、家屋、ダメージを被った方たちはいらっしゃいますんで、まあ、その近隣の、今回の、地震で、まあ、被災された方たちへの、まあ、頑張った姿勢っていうのは、十二分に、発揮できたな、と思います。まあ、勝てなかったらね、僕もね、負けず嫌いなんで、その辺は悔しいんですよ、本当に。僕の方で油断があったのかもしれないです。雨だったから。あ、今日の試合も中止だろうなって、さすがに2日連続で、昨日もね、途中から試合するかなって、昼過ぎから、今まであったんですよ、そういうことっていっぱい。朝雨降っていて、例えばね、昼過ぎに雨上がった時、そこから試合したりとか、日程がどうしても後の方、後がなくなってくるから、だから高校野球ってそういう動きをするから、中止っていう発表がしっかりと出るまで僕も油断できないんですよ。だからまあいろいろこう備えながら、まあけど自分がしなきゃならないことはいっぱいあるから、まあそういうことをずっとしていて、時間の経過と、だからいろいろいろんなことを気にしながらだから、まあやっぱり大変は大変なんですよね。体の中にこう、呪いとかこう入ってきた時に、簡単な言葉があります。お互い浄化っていう言葉です。法律用語です。まあまあ、そういうふうな、内容とかも使用してもらったらいいかと思います。それね、強いわっていう言い方をしてくる人でね、その呪いが自分の方にたくさん来ていて、相手が強いって言ってる人と、相手が頭の中を貸してくれて強いわって言ってる人と、知識が豊富で、この人強いわって、だから人によってその強いわの定義が違うから、強いわの一言だったら分かんないから、3月22日、神戸地裁にね、仮執行までの勝訴の書類、家から盗まれたから、それもう一回買いに行ったんですよ。で、その時に受付にいらっしゃった方がね、強いわって言ったから、大丈夫ですかと、すぐに僕がね、お互い浄化って。大丈夫ですかと、これで大丈夫なはずですけどもって、その一応ね、それ聞いてあげなかったら言えない人は言えないですから、だからまあそういうふうな言葉を使ったりとかしてますね。そういったことが身につけたら、まあ社会出てからとか普段の生活から、まあ役立てたり、それ基本的に取りつかれたりとかしてるから外すでもいいんです。言葉の後でこう取りつかれてるものを外すような感覚、まあね、相手が
そうだから気持ちよりに外すぞとか言われたら話ややこしくなるでしょ。いや僕は何も言ってませんよとか、別にそちらを攻撃しようと思ってませんよとか、何があってそう言ってるのかを言わなかったら、仕事中だったら解雇させられるのかって普通考えるでしょ。仕事場から外すぞっていうようなことをはっきり言ったらもう絶対そうだとは思うんですけども、公営とかでね外しとくわとか言われてもまあちょっと最初は何のこと言われてるのか、一応こういう言葉に慣れている僕も仕事中とかだったら、え、何のことってなるんですよ。例えば団体の予約さん、予約の人たちのお客様のね、あの用意をしていて、それを外すのか予定が変わってあるっちゃあるんです。何時に来る予定に変わったらとか、席こことここ入れ替えてとか、そういうのあるから、もう今日の仕事のことの範囲だけにしようと、まあ、そういうふうな話になるんですけどね。まあそういうふうなことね、社会出てから勤務先でもその辺どうしてるのか一回聞いてみてからの方がいいですよ。どこからどこまで対応してるのかっていうことを大体みんなね、今日の仕事範囲の話をねしておこうっていうことになりますから、まあね、まあなかなか、まあ難しい立場です、私の立場は。なんでそのお金支払いゼロ円なの。本当は世界中頭上がんない方、他の台風発生してる時の都市の数見たら分かります。大体ね、25個ぐらいなんですよ、平均化すると台風発生してる都市年間。それを16個とか、その10代で抑え込める人ってまずいません。多分僕以外にいたことないと思うんです、第二次世界大戦の後に。で、多い年とかだったら30後半とか台風発生する、あとは大きな災害だとか。だから喋ってる言葉のワードとかで空が晴れたりとか、その辺は気が晴れるとかね。で、それをどううまく言って気が晴れるのかっていう、大体説明になってくるんですよ。良い行いとかを説明して、で、空が晴れたりとか。まあそういうような対応とか一番無難ですね。まあ、3月22日、まあ天皇陛下が被災地へ訪問されて、日本全国的に晴れだったでしょ。天気のことは基本的に天皇陛下とかが対応するような法律になってるんですよ。で、私はそことかか、天皇家の人たちと深く関わり合いがあって、海外の人たちとも関わり合いがある。で、晴れになった瞬間、その次の日雨降ってるでしょ。その雲を一時だけ、こう、日本列島からこう、避けてるような形で、で、翌日にまた圧縮して戻ってきて雨が降ってる。こう考えてもらっていいです。この方がわかりやすい。で、偏西風の話とかいろいろありますけども、まあ、大体兵庫県とかでね、その去年のニュース、気象予報のニュースとか見ていたら、西から東に向かってね、雨がこう降ってるのになぜか兵庫県の、特に神戸市のあたりとか、甲子園のあたりとかね、なぜかこう、その辺だけ雨降ってない、水色のマークはなくなって、その横のところから、また雨のその、こう流れていってる映像を見たときに、まあコンピューターも、まあ淡井圭介がどう行動するのかとかを加味してるのか、未来からの情報を、コンピューターが得て、そういうふうなデータを表現してるのか、映像で。ただ未来からの情報を間違えてる情報もあるし、現在の時間軸のところでインターネット上に間違えてる情報がいっぱいあると。さあどうしましょうっていうことなんですよ。だから絶対今を生きるとか、まあそういうふうなね、なおまあ僕は去年阪神タイガースの試合で使い分けていたのは、リアルタイム型の淡い系ですけど、まあ現実の時間軸、自分の存在する時間軸の方ですね。そちらを優先してる。だけども、各選手によっては、未来からの、その日の試合が終わった後ですよ。その試合が終わった後のニュースで放送されてる時に、淡い系が考えた内容とかが伝わってる、聞こえているっていう状況の人たちはいます。だから仕組みっていうところの科学業界の設定がどこからどこまでっていうところは、私の方もよくは分からないです。
で自分でもある程度言ってる分はあります。未来からの災害情報は教えてあげた方がいいって。じゃあ未来からの声の方が優先されるのかどうかっていうことなんですよ。ものすごく複雑でしょ。だけども僕は何をしなきゃならないかっていうことを、はっきりと分かってるからそれで対応してるっていうことであって、今日の試合は残念ながら負けてしまったっていうことなんですよ。その日本航空さんの試合、それはそういうことはあるわけであって、そこは試合しっかりと、頑張って取り組んだっていうその姿がね見せれて、まあ見せ場は最後の最後までありましたからね。ワンアウト1、3塁逆転できるって僕は、まあ、少なくともまずは同点にはできるだろうなって思ってたんですけどね。その、深いところの外野フライだったら確実に1点で同点の場面だったじゃないですか。あ、まあ、まあこれね、後から言い出してもまあ後出しじゃんけんみたいな話になってしまいますけども、その行うべきところ、これは判断難しいと思うんですけども、その、スクイズ、その、ゴロゴーの方のスクイズですね。その、三塁走者がね、その、守備体系がダブルプレー体制敷いてたじゃないですか。じゃあ、前進守備じゃないでしょう。多分その場面、僕からの正解はバントだと思うんですよ。だから相手の守備陣形を常に意識しながら、どちらの方が確率が高いか。多分バントの練習、皆さん、日本航空さんの人たちも、たくさんされてたんじゃないですかね。きちっと、バット、選球眼も良かったですし、バット引いたりだとか。だから、きちっとバントできそうだなっていうのはありましたね。あの場面、一番確率が高かったのは、まず同点にするっていうことを考えたら、多分バントで、同点にしておいて、まあ、ファーストのランナーもセカンドまで行きますから、あとは、あと、誰かがヒット、次のバッターか、バントをした次のバッターか、その人がもしフォアボールで出たら、1、2塁になるわけじゃないですか。だから、次誰かがヒット1本打てたら、その回に、さよならだったっていう形ですね。だからまあ、僕の方もね、選手監督さんたちの考えている方向性と僕の方が意見一致しなかったらアウトになっちゃうんですよ。両方ともしっかりと意見が一致していたら作戦が 100% 成功するんです。だから去年の阪神タイガースの試合とかでも、まあ、バッサーですね。そこはもう場面とかを見たときに、選手もバッサーを選択してしっかりと成功してるんですけども、岡田監督にね、心の声で、今の場面は僕もバッサー考えてましたって言ったら、もう岡田監督も笑いながらね、マジでって、もうついに、なかなかしっかりしてるときってね、そこまでの言葉、本当にの方なんですよね。正しい言葉遣いで言うと。本気と書いたら、それ本気であって、マジとは読まないから、漢字の辞典を読むと。だけども、言い方が崩れてしまうぐらい、驚くようなことであったと。バッサーって、その場面、すごく、確率低いんですよ。だから、相手が、その監督の出してるサインとこっち分かってないんですよ。何も聞こえてない状態ですよ。だけども、お互いの意見が一致してる選手も含めて、まあ、監督から指示出して、まあ、コーチが指示出すときもありますけども、サインとかで。で、まあ、選手の方も受け止めるから、まあ、そこはもう意見が一致してるじゃないですか。あとは僕の方が意見一致するかどうかで、だそこね、ものすごく難しいんですよ、正直、あの場面。これがね、野球の基本的な考え方とかしっかりしてるところが勝ったりする例なんですよ。みんな意見が一致してくるから。だからそれね、ただこれね、相手の守備陣形見なかったら分かんないんですよ。カメラが映してくれなかったら。前進守備なのか、ダブルプレー狙いの守備なのか。で、多分、上層学院さんの方は、今までのその場数とか、今までの自分たちのつけてきた記録とか、言い伝えとかあるから、だからダブルプレーで、最悪1点取られても同点で、
まだ延長戦で勝負つけたらいいの考え方だったと思うんですよ。だその時の対応策は前進守備じゃないからバントになってくるっていう答え、まあ、クイズ要素みたいにも聞こえるかもしれませんけども、まあまあそういう当たり外れみたいなのも あるんですよ。その試合の勝ち負けを取り組んでいるものにしたらね、で今もその正解を言うとその頭の中だいぶ取られてるんですけども、今次の試合もう その第3試合見てしまったんですよ。次の高校どこかって熊本県の高校と、どこかの高校の試合なんですけども、多分そこに行ってるんじゃないですかね。熊本の大地震のことをやっぱり連想しましたから、まあ試合が終わってみなかったらわからないですけどね、どちらが勝ってるか。だからまあ今から、まず星稜高校さんの試合勝てるかどうかの確認してみます。これで負けてたらもう僕の方ががっかりですよ本当に。いやもう星稜高校さんの試合になった時はもう体が重くて重くて本当にしんどくて、もうあかんって、もう阪神タイガースの試合でもそれも睡眠不足の日がいっぱいあったからもう持ちこたえられなくなってきて、で精神的にもゲーム差ついていてもですよ、だから頭の中でそのギリギリね、いや今日の試合それでも勝ちに行くんだっていうところで、もう今日の試合負けてもいいやにならないようにもうギリギリのところでこう踏ん張って寝転がりながらでも声聞いて、それの頭の中貸してっていう、もうその辺も意地ですね。もう最後ものよ、本当気合と根性ですよ。知識っていうものは試合が始まるまでに技術的なこと、まあ そこはもともと知識からまあ、技術的なことを練習してきたわけであって、もうあとはもう試合本番でそこ最後もの言うのって最後まで絶対諦めない心だと思うんですね。まあ、去年のワールドベースボールクラシックでもそれは例えば、3点差つけられてもそこから逆転したりだとか、その辺のところがね、最後の最後まで絶対諦めないっていう姿勢ですね。まあ本人に聞かなきゃ分かんないんですけども、映像加工とかいろいろありますから、去年阪神タイガースの選手の人たち、睡眠不足の人たち多かったんじゃないですか。その岡田監督もこっちはもう倒れるわって言ってますけども、僕もだからもう海外のメジャーリーグ西地区だけにしといてって言ってる、中地区東地区こっちの夜中の時間帯とかに試合してるじゃないって、横の動きが余計だって言ってるでしょって、それで余計な動きを南から北に向かって巡業していたらね、移動ずっと横で動いたり南と来たり行ったり来たり、何をそんなにエネルギーガソリン消費してる、そんなにバーバー試合してんのって。もうこの間アメリカのスポーツ庁長官どうなってるんだっていうことで叱ってる動画、本当に本当勘弁してくれんって。ちょっと COP28 で出した結論がそれが一番優先される、国連はもう何十年も前から言ってる、資源の奪い合いとかで戦争をしてきてしまったんです。みんな物は大事にしましょう、資源は大事にしましょう、資源っていうものは金属でもありガソリンでもあり石炭でもあり、ガスでもありウラン鉱でも、ウラン鉱が原発の元なんです。で日本はカナダから輸入させていただいてます。面積が広いから、で人口もそんなにいらっしゃらないから、まあ、向こうはまだ売ってあげるよっていう感覚、もう残りそんなに採掘あんまりもうないわってなってきたら絶対売ってくれないですから、ごめん自分の国で使うわって言われてそれで終わりですから、もう物流全部止まったら日本人ほとんど死にます。食料はスーパーマーケットに並ばなくなりますから、今更もともとの昔の大昔の生活に戻るなんか何もかも作り変えなきゃならないから、それはもうすぐにはできません。少しずつチェンジするしかないです。以上です。その辺をね、皆さんご理解していただきながら、今後の社会人としての生活、みんな電車バス徒歩で、正直畑耕す時ね、10メートルかける10メートルの畑耕すぐらい1時間でできると思いません？大人になった時の仕事、力仕事って大体まあそれぐらいですよ。まあ間々で5分ぐらい休憩入れたりとかね、その10メートルかける10メートルとか耕したりした時に、間々で休憩入れて呼吸整えたりしたら、ね、体に筋肉がしっかりついてきたら、1日でそのね50メートルかける50メートルぐらい多分耕して普通だと思いますよ。
運動部の人たちの感覚からしたらですよ、甲子園に出てくるぐらいの。以上です。皆さんだいぶ長くなりましたけども、お疲れ様でした。今後の、人生に、本日私が述べたこと、役立てていけたら、役立てていただけたらなと思います。夏の甲子園、その時私がどうだよ、それも以前また言ったら、ああなったからすいません、それ言うに言えない、もうそのぶっつけ本番の方もうめちゃくちゃ本当にもう僕もどっから改善したらいいのかなって、いやだから本当話食い違ってるから、だからね、本当は夏の高校野球もその例えば鳥取県とかだったら、選抜の出場校は22校だったんですね。まあ、人口多分22万人、鳥取県22万人ぐらいじゃないかなっていうのが本当の数字で、もしかしたら22万人よりも少ない可能性がありますね。だからまあ、人口1万人に対して参加してる高校の数が高校野球ですよ。1校ぐらいじゃないかなと。まあ、その表現の仕方が、1年生から3年生までがいらっしゃるから、本当は、だから3万人に対してなんですよ。老人の人や子供や大人の人たち、まあ高校生じゃない人と、あと、他の部活の人たちのこととかを考えたら、やっぱり日本人口って、まあ4000万人ぐらいかなと。まあ、自分の地域の図書館に行って前輪の地図見て、市とかね、あとは空が発表してる、人口一軒一軒、表札入ってる地図だったら数確認できますね。分譲マンションとかアパートも表札全部入ってる一覧表は最後の方に前輪の地図でありますんで、それ見てもらったらね、どこ空き家でどこに人がいるのかっていうことがわかります。それで世帯数がある程度わかります。一つの家でね、世帯数、3つの名前の名称を記載されてる人が記載されてるから、だからそれかける2ぐらいの形で、本当の人口ぐらいじゃないかなでいいと思いますよ。それ以上っていうことはまずないと思います。以上です。本日は、皆さんどうもお疲れ様でした。また、皆さんのご活躍できる日は、来ることを、楽しみにして、また頭が帰ったまあまあこれも時間中超えたりするからそのこれ正直動画見てる時よりもその頭の熊本県の方かな、皆さんって言った幅広いもう先言ってしまった熊本県の話もうこういうことです、まあ、もういろんなこと慣れてきたら自分が一日どういうふうなことを喋ったか、どういうふうなことを考えたかのところまでたどり着きます。でその日の試合がどうなってるかっていう、まあ、結局それ試合の勝ち負け取り組んでる人間じゃないと分からないと思うんですけども、まあなかなか大変な世界です。以上です。それでは皆さん、この辺で、本日はお疲れ様でした。話長くなるんで本当にもうこれぐらいにしておきます。以上です。